ニュースマグビです。小林麻耶さんが夫とデートする様子をキャッチしました。恵比寿駅前で2人は仲良く手を恋人つなぎ、その姿は順風満帆といった様子でした。芸能界を引退後も私生活を SNS にアップし続けている小林さん、当初は謎だらけだった旦那さんですが、最近はインスタで顔出し写真も公開し反響を呼んでいます。宇宙ヨガを駆使するヒーリング整体師として活動していることが報じられた夫、どうやら2人はとても幸せそうです。就職活動が売り手市場と言われる中、内定が出ない高学歴就活難民が出現しているそうです。早稲田大学の王さんも高学歴就活難民の一人、早稲田というブランドに加え TOEIC で900点を取った王さん、大手有名企業に行けるものだと思っていたそうです。しかし面接で基本的な質問にすら答えることができず、次々と面接で落とされていきました。いわゆる学歴フィルターで書類選考は通るため甘く考えていたという王さん、結局1年以上も就活を続け中堅の金融会社に内定しました。破局が明らかになった戸田恵梨香さんと成田凌さん、これまでもドラマや映画の共演者との交際が多く報じられてきて、共演者キラーと呼ばれる戸田さんですが、仕事で困ることもあるようです。フリーライターの大塚渚氏によると、共演 NG の問題が出てくると思います。戸田さんと元彼を同じ作品にキャスティングすることが難しくなるだけでなく、元彼同士も共演させにくくなるとのこと。戸田さんや俳優さん本人は NG を出していなくても、制作サイドが気を使うケースもあるようです。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。